られるんですか。清水参考人。ご指摘のとおり、津波対策は大変重要だということで、現在、その防潮堤の計画を立てさせていただいております。川上義弘君。どういう規模の防潮堤を建てられるんですかって質問してるんですよ。清水参考人。はい、恐れます。規模については後ほどちょっとお答えさせていただきたいと思います。ご容赦いただきたいと思います。川上義弘君。一つはですね、収束工程表っていうのが、発表されましたね。で、そこでですね、その先ほど言った2号機の格納容器の損傷の程度がですね、確定できてないのに工程表通り進むんでしょうか。私は本当に疑問を持ってるんですね。それも、6ヶ月から9ヶ月の3ヶ月っていうこの幅を持たせてるんですね。この幅を持たせているということが大変疑問に感じるんですけれども、本当にこの工程表は、工程表で本当にしっかりと来年の1月には収束すると、期待表ではないと、こういうことを断言してよろしいんですか、断言できますか。清水参考人。工程表につきましては、これからの収束に満ちた、まさに道筋という位置づけで、検討させていただいたものでございますが、私どもは一日も早く避難されている方がご帰宅すると、そして安心して生活していただくと、これも最大の目的に据えながらやっております。決して平坦な道のりだけではないと思います。特に放射線を含んだ水の処理の問題等々もございます。でしかしながら、まず当面の第一ステップとして、原子炉あるいは、燃料プールの冷却、そして、放射線を抑制するということについてのさまざまな手立てを加えながら、おおむね3ヶ月を目標に、あらゆる手段を講じてまいりたい。でさらにその先にはさらなる安定化に向けてのステップとして、3ヶ月からさらに6ヶ月というようなことで取り組んでまいりたいと、全力を挙げて取り組んでまいりたいと、このような覚悟でございます。川上義弘君。社長ですね、ものすごく社長は責任あると思いますよ。東電のその役員すべてですね、これは要するに初めてですね、日本が初めて放射性物質を含んだ汚染水を流した恥ずべき国になったんですよ。日本の信用を吹き飛ばしたんです。その責任が東電にはあるでしょ。それから今も高いレベルの放射性物質を排出している地下水脈に対する汚染の責任、先ほどあったように母乳から放射性物質が出た責任、そういった責任をですね、あなた自身深く感じなきゃいけませんよ。その責任をいずれに取るとおっしゃいましたけれども、それはよく自覚していらっしゃいますか。清水参考人。ただいま先生のおっしゃいました低レベルの汚染水の放出等々の問題については大変緊急避難と言いながら大変行き届かない面があったことを深くお詫び申し上げたいと思います。それで責任という問題でございますが、現在何と言いましても事態の収束に向けて全力を挙げているということでございますが、いわゆる経営としての責任という意味で、出処進退も含めまして、いずれはきちんとけじめをつけるべきだろうと考えております。時期につきましては、現時点ではまだ白紙の状態というふうに申し上げておきたいと思います。川上義弘君。それでは時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。以上で森裕子君の質疑は終了いたしました。次に小葉健太郎君の質疑を行います。